やめなきゃダメなんだよ。このまま旅を続けてザナルカンドに行ってシンを倒しても一緒にユーナンも死んじゃうんだよ。あいつはみんな承知の上で召喚師の道を選んだんだ。ねえ、私にとっては私の物語なんだよ。俺何も知らないで勝手なことばっか言ってた。あいつを追い詰めて悲しい思いさせて謝るんだ。謝らなきゃいけないんだ。私は召喚師です。神がもたらす死を止めようと旅を続けています。それも無駄だとおっしゃいのですか。神だけが復活を繰り返し死を積み重ねていく永遠に巡り続ける死の螺旋だ。神はスピラが背負った運命、希望を否定するのなら生きても悲しいだけでしょう。悲しくても生きます。生きて戦っていつか、今は変えられない運命でもいつか必ず変える。芯が消えて何節が来て平和な日々がずっと続くと思ってた。あの大いなる存在はベグナガンと呼ばれている。永遠の何節、それが足元から崩れていくような気がして。やめて、やられたいのか。戦うしかないんだ。どうしてかな、とても君の